この表彰は本市の社会福祉の増進に大きく寄与された方々に対して福岡市長及び福岡市社会福祉協議会会長より表彰状または感謝状と記念品が贈呈されるものです。本来ならば福岡市長及び福岡市社会福祉協議会会長が受賞される方お一人お一人にお渡しすべきところですが、時間等の都合もございますので各部門別の代表者にそれぞれお渡しいたします。なお本日の受賞者全員のお名前はお手元の本大会資料の6ページから39ページにわたってご紹介いたしております。まず市長表彰でございます。受賞者のお名前は大会資料の6ページから11ページにご紹介いたしておりますのでどうぞご覧ください。それでは高島市長前にお願いいたします。はじめに民生委員児童委員功労者部門でございます。民生委員児童委員として長年にわたり地域住民の支援児童の健全育成等に貢献された功績により10名の方が受賞なさいます。代表として山本康子様お願いいたします。表彰状山本康子様、あなたは長年にわたり民生委員児童委員として職務に尽力し社会福祉の増進に寄与され、その功績は誠に顕著であります。よってここに表彰します。令和元年11月15日福岡市長、どうもありがとうございます。次に社会福祉事業施設従事功労者部門でございます。社会福祉事業施設従事者で長年にわたり施設利用者の生活や自立に向けた支援児童の養護保育等に貢献された功績により24名の方が受賞なさいます。代表として竹内恵子様お願いいたします。表彰状竹内恵子様、あなたは長年にわたり社会福祉施設の業務に専念されその功績は誠に顕著であります。よってここに表彰します。令和元年11月15日福岡市長、どうもありがとうございます。次に障害者自立構成者部門でございます。自らの障害を克服し自立構成されていることは他の障害者の模範となっており、その功績により5名の方が受賞なさいます。代表として牛丸健二様お願いいたします。表彰状牛丸健二様、あなたは障害による幾多の困難を克服し自立構成され、その熱意と努力は障害者の模範であります。よってここに表彰します。令和元年11月15日福岡市長、おめでとうございます。援護者部門でございます。長年にわたり障害者の自立構成に向けた支援相談等に尽力された功績により2名の方が受賞なさいます。代表として長末よし子様お願いいたします。表彰状長末よし子様、
あなたは長年にわたり障害者の福祉の向上のため厚生援護に貢献され、その功績は誠に顕著であります。よってここに表彰します。令和元年11月15日福岡市長、どうもありがとうございます。次に老人クラブ事業功労者部門でございます。長年にわたり福岡市老人クラブ連合会役員、老人クラブの会長として会の発展向上に努めてこられた功績により33名の方が受賞なさいます。代表として森山忠明様、お願いいたします。表彰状、森山忠明様。あなたは長年にわたり福岡市老人クラブ連合会役員としてその活動に努められ、高齢者福祉の発展に寄与されたその功績は誠に顕著であります。よってここに表彰します。令和元年11月15日、福岡市長、どうもありがとうございます。次にボランティア等功労者部門でございます。長年にわたり社会福祉施設等へのボランティア活動や金品の寄贈などを行われた功績により、個人13名と23団体が受賞なさいます。代表として奥田智子様、お願いいたします。表彰状、奥田智子様。あなたは社会福祉に深い関心と理解を寄せられ、長年にわたりボランティア活動を続けられ、社会福祉に貢献されました。よってここに表彰します。令和元年11月15日、福岡市長、どうもありがとうございます。以上で市長表彰を終了いたします。高島市長、どうぞお席にお戻りください。なお他に市長感謝状につきましては、8部門で308名と27団体が受賞され、受賞者のお名前は大会資料の12ページから23ページにご紹介いたしております。続きまして福岡市社会福祉協議会会長表彰でございます。受賞者のお名前は大会資料の24ページから32ページにご紹介いたしておりますので、どうぞご覧ください。それでは谷川会長、前にお願いいたします。はじめに民生委員、児童委員、厚労者部門でございます。民生委員、児童委員として長年にわたり地域住民の支援、児童の健全育成等に貢献された功績により105名の方が受賞なさいます。代表として犬塚世志子様、お願いいたします。表彰状、犬塚世志子様。あなたは多年にわたり民生委員、児童委員として本市の社会福祉の増進に寄与され、その功績には誠に顕著なものがあります。よってここに記念品を贈り表彰します。令和元年11月15日、社会福祉法人福岡市社会福祉協議会会長を考えております。おめでとうございます。次に社会福祉事業団体関係功労者部門でございます。社会福祉事業団体の関係者で長年にわたり社会福祉事業の発展のために貢献された功績により、石田照俊様が受賞なさいますが、本日は所用によりご欠席です。次に社会福祉事業施設従事功労者部門でございます。社会福祉事業施設従事者で長年にわたり
施設利用者の生活や自立に向けた支援、児童の養護保育等に貢献された功績により33名の方が受賞なさいます。代表として有松博様お願いいたします。表彰状、有松博様、あなたは多年にわたり社会福祉施設において利用者の自立のために寄与され、その功績には誠に顕著なものがあります。よってここに記念品を贈り表彰します。令和元年11月15日社会福祉法人大岡市社会福祉協議会会長からいただきました。おめでとうございます。次に障害者自立構成者部門でございます。自らの障害を克服し自立構成されていることは他の障害者の模範となっており、その功績により11名の方が受賞なさいます。代表として荒木康久様お願いいたします。表彰状、荒木康久様、あなたは障害を克服し自立更生に努力され、今日の成果を得られたことは他の模範となるものであります。よってここに記念品を贈り表彰します。令和元年11月15日社会福祉法人福岡市社会福祉協議会会長からいただきました。おめでとうございます。次に障害者更生援護者部門でございます。長年にわたり障害者の自立更生に向けた支援相談等に尽力された功績により3名の方が受賞なさいます。代表として迫山和之様お願いいたします。表彰状、迫山和之様、あなたは多年にわたり障害者の自立援護に寄与され、その功績には誠に顕著なものがあります。よってここに記念品を贈り表彰します。令和元年11月15日社会福祉法人福岡市社会福祉協議会会長から長年にわたり福岡市老人クラブ連合会役員、老人クラブの会長として会の発展向上に努めてこられた功績により71名の方が受賞なさいます。代表として吉田一郎様お願いいたします。表彰状、吉田一郎様、あなたは多年にわたり福岡市老人クラブ連合会の役員として高齢者福祉の発展に寄与され、その功績には誠に顕著なものがあります。よってここに記念品を贈り表彰します。令和元年11月15日社会福祉法人福岡市社会福祉協議会会長からいただきました。次に児童福祉功績者部門でございます。長年にわたり里親として児童を養育し児童福祉の発展に努めてこられた功績により2名の方が受賞なさいます。代表として須川博美様お願いいたします。
表彰状、須川博美様、あなたは多年にわたり里親として本市の児童福祉の同心に寄与され、その功績には誠に顕著なものがあります。よってここに記念品を贈り表彰します。令和元年11月15日社会福祉法人福岡市社会福祉協議会代表を考えていたし、おめでとうございます。次にボランティア等功労者部門でございます。長年にわたり社会福祉施設等へのボランティア活動や金品の寄贈などを行われた功績により、個人11名と19団体が受賞なさいます。代表として有田大子様、お願いいたします。表彰状、有田大子様。キー団体は社会福祉に深い理解と関心を寄せられ、多年にわたりボランティア活動を続けられました。その功績は他の模範となるものであり、よってここに記念品を贈り表彰します。令和元年11月15日社会福祉法人福岡市社会福祉協議会会長谷川です。次に地区社会福祉協議会事業功労者部門でございます。長年にわたり地区社会福祉協議会の会長として地域福祉の発展向上に尽力された功績により、6名の方が受賞なさいます。代表として藤江博子様、お願いいたします。表彰状、藤江博子様。あなたは多年にわたり地区社会福祉協議会の会長として会の発展向上に寄与され、その功績には誠に顕著なものがあります。よってここに記念品を贈り表彰します。令和元年11月15日社会福祉法人福岡市社会福祉協議会会長谷川。社会福祉協議会会長表彰を終了いたします。谷川会長、どうぞお席にお戻りください。受賞者891人を代表いたしまして、一言お礼を申し上げます。本日このような晴れやかな場におきまして、福岡市並びに福岡市社会福祉協議会から表彰をいただき、誠に光栄でございます。これまで支えてきてくださった皆様方に心から感謝を申し上げます。今回の受賞は多くの福祉関係者の方々にとっても大きな励みになるものと存じます。高齢者や子どもたち、障害のある方、さまざまな生きづらさを感じている方など、すべての人が排除されず、明るく幸せにその人らしく暮らしていくことができる温かい福祉の町を築いていくために、決意を新たになお一層努力いたす所存でございます。本日は誠にありがとうございました。ご来場の皆様のご健勝とご活躍をお祈りいたしまして、簡単ではございますが感謝の言葉とさせていただきます。令和元年11月15日受賞者代表奥田智子、